竹原春仙が、絵本百物語より、二口女二口女は、日本の江戸時代の祈談集、絵本百物語にある妖怪の一つで、後頭部にもう一つの口を持つという女性の妖怪。後頭部の口から食べ物を摂取するものとされる。下佐国のある家に五歳が嫁いだ。夫には、千妻との間に、娘がいたが、五歳は、自分の産んだ娘のみを愛し、 繊細の子にろくな食事を与えず、とうとう餓死させてしまった。それから49日後、夫が焚き毛を割っていたところ、振り上げた斧が誤って、後ろにいた妻の後頭部を割ってしまった。やがて傷口が人間の唇のような形になり、頭蓋骨の一部が突き出して、歯に肉の一部が舌のようになった。この傷口は、ある時刻になるとしきりに痛み出し、食べ物を入れると、 痛みが引いた。さらにあと、傷口から小さな音がした。耳を澄ますと、心へ違いから、繊細の子を殺してしまった、間違いだったと声が聞こえたという。同書では、傷口が人間の顔のような形になり声を発したり、食べ物を要求したりする人面相の話を引き、悪い行いをした者が人面相をわずらった話があることから、 この二口目も道に外れた行いをしたための悪病だと述べている。このため、同書は、こうした妖怪を通じて人道を説いているものとする説もある。以上の二口目の話は、下佐国の話として、絵本百物語では描かれているが、実際には同地に伝承されている話ではなく、著者である桃山人によって編まれたものであると指摘されている。また、 二口女は悪病を患っただけの人間にもかかわらず、竹原春泉祭による道書の差し絵では、紙が蛇のようになりそれを操って、食べ物を後頭部の口に運ぶなど、本文中に一切ない描写の絵が描かれており、道書内での内容の乖離も見られる。絵本百物語に説かれている二口目の話は、絵本百物語本文にあるように、人面相などのような悪行に起因する奇病を、 扱っており、民話の、飯食わぬ嫁などは、山唄など妖怪が化けたものである。そのため、双方は異なるものだとも考えられている。ありがとうございます。